あとです。ごめん、また。明日もやったんだけど、明日もマラソンなんで。どこでやるんですか？明日は最高。最高ってあの、何キロ走るんですか？伊藤さん、マラソンさ、伊藤さん、板橋でさ、板橋のマラソンって、なんか先月でやったんですか？あれ出てない。あれ出てない。最近あの、山の奥にしたじゃない。これなんだろう。どれで行ってるの？一人一人は一人か二人か三人か。どのぐらい登りはついてほしい。浮き物走る。死なない。まだ大丈夫そうだな。日光東照宮行っただけでも。あの階段登って。止まんねえ止まんねえって感じで登って階段は駆け足で絶対つれえよ。でも帰りの方がつらいやね。まあ左来るからね。方向だそう。体重がある人はね、左やばいの。膝壊れる疲れる。膝壊れるから気をつけた方がいいよ。俺も疲れる。登りはでも大丈夫だと。そんなに負担はさ、ゆっくり登れないじゃん。止まんねえって。いや、下りはね、体重の5倍ぐらいかかるし、足に。いや、すごいやばい。筑波山行ってる。で、膝とか、やばい。筑波山、この、師匠の筑波山、俺、自転車で登ったことある。ずっと、そう、途中までロープウェイ。そっから、上登っていくだけでも、地獄だ。クロウダンもある。高尾山も6や。高尾山で家から走ったと思ったよ。マジっすか。なんで罰ゲームだよ。高尾山まで40キロ。行くのに。そっからまず登る。マジで。いやでも登るの大したことない。車で行ってやっと着いたわって感じ。登るまで家から何時間ぐらいかな。家から3時間半ぐらいかな。慶応のところから登る。あの下にあの反対側に温泉あるのしてる。行こうぞ。あら、大体あの温泉入ってる。ああ、俺もあそこの温泉入る。入りは走んないよ。さすがそれ100キロ超えるから。飯食って温泉入って。あの温泉いいよね。いろいろあって、濁りよ。飯食って、ビール飲んで温泉入ってビール飲んで。で、車で途中でドライブ行って八王子ラーメン食って、で帰る。意味ない。もうプラスになってる。定食プラスストバとか食って、帰り八王子ラーメン。お母さん、明かりとか出なかったね。そうだね。結構暗かったよね。まあまあ外野暗いし。臭いが見えない。